が入っているということですね。ということはハーマンは今日投げないということですね。はい、2番手はチェン・グァンユーということになりました。藤岡取って一塁はアウトになりました。あのセンターへ抜けそうな打球なんですが、藤岡がまたいいところに守っています。センターの今宮はショートゴロに倒れています。